ともくんチャンネルです。はい、今回もね始まりました。今回も箱ではね移動販売の焼き鳥屋さんなんですけど、僕はオリジナルでね、ホビーショップメガドッグさんの移動販売車を今制作してます。で、今回は、このボディとか、ちょっとした部品ですけど、それをコブラブルーですね、フィニッシャーズさんとこのコブラブルーを拭いてみました。はい。で、今、コブラブルーのとこは拭いてるんですけど、ちょっとね、まあ今このとこはマスキングテープで貼って養生してます。そこはね、まあピュアホワイトか、ファンデーションホワイトか、まあアイボリーホワイトか、まあそういうホワイト系でね、拭いてみたいかなと思います。まあコブラブルーとそのホワイトのね、ツートンにしてみたいと思います。はい。で、この今ここね、はい、もうこれ昨日ね、拭いて乾かしてますので、もう持ってもいいんですけど、ここの今空いてる部分っていうのは、ドアがね、ボテのドアが開くっていうようにプラ板で、まあ別でコブラブルーを拭いてます。はい。で、あとこの周りですね、この周りはもうプラ板を貼ってます。はい。で、ここもね、一応まあツートンにします。もうプラ板のね、その開くとこ、後ろは観音開きで、この横も普通にパコッと開くようにしてるんですけど、それもプラ板にマスキングを少し貼ってね、コブラブルーとホワイトのツートンにします。はい。で、一応ね、まあジグザグみたいな感じで、ツートンにはするんですけど、はい、こういう感じですね。はい、こういう感じで、マスキングをして、ツートンにしてます。はい。で、こちらもね、もうここ最初は長細いね穴が開いてましたけど、プラ板で埋めました。はい。ここ見たらわかると思うんですけど、ここはね元から穴開いてるとこですね。はい。まあこんな感じで、今のところここの上のね蓋も閉めて、コブラブルーを拭いてます。はい。まあ明日完全にね、もうカラカラに乾くまでっていうのは明日ぐらいかなって思うんですけど、それで、この下のね、この下のマスキングを外して、今コブラブルー拭いてるとこにマスキングをまたして、でここの今マスキングしてるとこをホワイトに変えます。はい。で、ツートンにしてみます。はい。で、一応ねこういう使うか使わないかはまあちょっとわからないんですけど、これも屋根ですね。このボテにつけるこういう屋根なんですけど、それもコブラウルで拭いてます。はい。
のれんとか、上りとかはまだちょっと色を考え中です。はい。で、机みたいな感じですね。こういうのも、ちょっとまあ、ブラウンみたいな木の色ですね。はい、机の色にしてみたいかなと思います。はい、ちょっとダッシュボードをね、色拭くの忘れてましたが、内装をね、僕が作った色なんですけど、蛍光ピンクとクリアレッドとで、クリアルージュを混ぜて、こういう感じの色。はい。まあ見た目は、ちょっとね、薄いっていうか、まあ、ピンクもかかってますが、はい。こんな感じの色にしてます。今のところね、こんな感じでするんですけど、このシートの、まあ、座布団とか、これ、キャビンの後ろと、ボテの前ですねにつける壁なんですけど、それもね、ちょっと頭を置くとこですね。はい、のとこは、まあ花柄とか、違う、まあ、柄の100均でね売ってる布を使って、やってみたいかなと思います。はい。まあ、ダッシュボードの方もこういう感じのね、こういう感じの色にして、ダッシュボードの上だけですけど、違うね、柄の、まあ、布をつけて、やってみたいかなと思います。はい。一応これがねプラ板で、後ろの観音開きにするようにしてます。はい。まあこんな感じです。はい。まあ、今回は、こんな感じで、ボディとか少しの部品でプラ板で、まあ、製作してるとこの色でねコブラブルーを拭いてみました。はい。まあ、次回で、このコブラブルーと、ホワイト系の色のツートンですねの紹介ができると思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。はい。それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。はい。次回もね、お楽しみにしていてくださいね。はい。それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。